はい、皆さん、2019年になりました。今年もよろしくお願いいたします。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしに、自宅から動画を配信していきます。この動画で、白血病やがんになってしまったそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本中世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。眼鏡が曇ってしゃあないな。年が明けまして1月2日でございます。今日はですね、12月31日にと1月1日に食べたものを、食べれたもの、食べれなかったものの話をちょっとします。ちょっとしますっていうのもね、やっぱり家での生活が始まるとやっぱちょっとしんどいんでね、環境が変わって動かなあかんことが増えたりすると体力が持たなくて、ちょっとのことでもしんどくなってしまうので、まあ、それが大きなところかなと思いますけども、食べ物ですね。12月31日の晩ご飯は、カニ鍋をしました。まあお鍋ですね。でそのまあカニ鍋のだしのがよく出たお野菜、白菜とかね、春菊とかえのきとか、まあ他のその他お野菜だったんですけども、まあ、カニも含めて食べれましたね。やっぱそのしっかり、こう炊いて味が旬で、お野菜とかも柔らかくなって、中の水分がやっぱりこのね、しっかりこう入ってパサパサしない感じがね、良かったですね。お肉は入れなかったんですけども、このカニの味もしっかりしましたし、美味しく食べれましたね。で年が明けて次の日の朝ね、おせち料理、まあ、あの奥さん、あのやっぱ年末ね、僕のこともあって子供ちっちゃいですし、バタバタしてまして、あのおせち料理を作る暇が、まあ、なかった。まあもちろんねあるわけないんですけども、それでまあ今年は出来合いでごめんなって言われましたけど、まあね、用意してくれただけでもすごい感謝ですけどもね。基本的にまあ、おせち料理は日持ちするものがやっぱり多いわけですよ、おせち料理というものは。しかしその、まあ、保存状態というか、そういうのは置いといて、やっぱり僕の体の中で何が起こってるかというと、まあ、口の中なんですけども、水分を奪われるわけですよね。これ何回も見てますけど、なのでみずみずしく水分がすごい豊富なものじゃないと食べれないんです。まあ調理方法にもいろいろあるんですけども、出されたおせち料理の水分量では僕の口の中は潤いを満たすことができなくてですね、なかなかどれも食べれなかったですね。ただ食べれたのが、あの田作りっていうあのちっちゃい小魚あるじゃないですか、あれでしたね。あとあのかまぼこも食べられへんかったし、いやかまぼこなんか食べれると思うじゃないですか。そしたらあのやっぱり紅白のかまぼこってやっぱお正月が出てくるでしょ。それのなんか着色料的な保存の消毒液的な味がすごいしてきて、あなんかいつものかまぼこと違うなと思って食べれなかったりとかしましたね。かまぼこは食べれると思ったんですけどね、ちょっとそれはショックでしたね。まあまあそれに続き、他のまあ昆布巻きとかも、中の明太子かたらこですかね、わかんないですけど、よう火通ったやつをその昆布で巻いて食べるやつも、その中の明太子的なやつがパサッとしてしまって食べられへんかったりとか、あねえ、やっぱりそのパサパサ感にはかなわなかったですね。でその日の晩は、あお昼か、お昼は
実家に行って、うちの母親が作ってくれた、まあ、おせち料理といいますか、おせち料理ですね、野菜、根菜の煮物、山芋とか人参とか、レンコンとか、あとまあこんにゃくね、一緒に炊いたやつとかあるでしょ、まあ、正月だからたけのこも入ってるし、でそれの、山芋かな小芋かな、すごい柔らかく炊いていてくれて、味も旬でるし、それはねすっごい美味しかったですね。まあ、うちのお母さん料理が上手なんで、それはすごい、まあ、あいつも変わらへん味やわっていうのが味わえましたね。母の味は最強ですね。あと鶏肉に野菜巻いてというか、そのなんかあるじゃないですか、エンドウ豆とか、エンドウ豆なんかな、わかんないですけど、炊いたやつとか、炊いたやつって大阪弁ですけど、煮たやつね、この大阪やつ、炊いたやつってよう言うんですけども、その鶏肉巻いたやつももう柔らかくなってて美味しかったですし、まあ、もちろんお寿司とかねは食べれないですけども、焼き魚も焼いただけやから、焼きたてやったらジューシーやったんかもしれないですけど、油っこい魚じゃなくて、あの鯛を焼いてくれたんですけども、塩焼きでパサパサして食べられなかったですね。結局水分がやっぱり多くないとまだまだ食べれるものがすごい少ないですね。調理方法で水分に満たされとかないと食べることができないのはまだまだ続いております。これはやっぱりその病気が原因なんで、この治療の副作用の原因でもありますし、このまままだまだ長いお付き合いをしていかなダメなんでね、頑張っていきたいと思います。あとまあそんな中でも、その昨日の晩はもう奥さんがね、奥さんのことも考えてちょっとね、もう作るの大変やなってなってるんで、ピザを頼みました。正月でもねピザってデリバリーしてくれるんですね、すごいですよね。でそれでまあ頼んで、それなりにピザは食べれましたね。ピザソースの味もしっかりしましたし、その上に溶けてるチーズの味もしましたし、その上に乗ってる野菜とかね、お肉とかの味もしっかりしてたんで、まあピザはピザの味やなとして味わうことができました。以上になります。食材のことについてお話ししました。ちょっとね家での疲れが出てるんで、なかなかこうちゃんとしっかり喋れないですけども、また今年もねお付き合いしていただけたらなと思っております。またこの動画がいいと思ってもらえましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。